それからですね、誤振り込みの事例やりましょうか。これがまたね、最近の最高裁の判例なんですけども、ややこしいんですね。ちょっとね、特殊な事例です、これもね。ただこれは刑法 の、 誤振り込み事例との関係でも重要なんで、ね、ぜひマスターしてもらいたいなと思う事案ですね。で、ちょっとね、図を見ながら聞いてほしいんだけども、X と Y がそれぞれ、 X は Y 銀行に、 A は B 銀行に預金口座を持っているんですね。で、ある時ですね、この A が、持っているこの預金債権を狙ってですね、まあ狙ってっていうか、まあ偶然だったでしょうけども、この銀行口座、X と A のこの銀行口座をですね、そのシーラっていう、まあこれは犯罪者なんですけどね、まあ厳密に言うと確か犯罪者かなんか依頼を受けたね、窃盗犯から依頼を受けたやつらなんだけど、まあとりあえずですね、その犯罪者の一味と考えればいいです。で、それがですね、その X と A のその預金通帳を盗み出したんですね。で、そこで、A の預金1000万あるよということでですね、どうしたのかっていうと、このシーラが、まあ、B 銀行のね、この A の預金を解約して X の Y 銀行の口座に、まあ、振り込みを行うんですね。で、そしてそれを払い戻すという、そういう状況になるわけです。だから実質的には A が被害者なんです、この事例はね。 A が被害者なんです。で、何が問題だったのかっていうことなんですけども、結局ですね、一旦、X の口座にこの預金がね振り込まれていますよね。で、そこで X としては Y 銀行にこの預金をまあ返してくれというふうに言ったんですね。で、Y 銀行はどう言ったのかっていうと、478兆で免責されるんだと。で、仮に免責されなかったとしても、本件の振り込みは誤振り込みと同様に受け取りとなった X において、これを振り込み依頼人に返還しなければならないんだと。だから振込金相当額を最終的に自己のものとすべき実質的権利はないと。確かにそうで、被害者は A なんでね。だからまあ A が返還請求するのは筋なのかなと思うんですけどね。はい。ただそういう場合に、その X の請求がどうなるんだろうかと、権利乱用になるんだろうかということなんですね。で、まず前提問題なんですけども、一応478円の適用はないとしましょう。で、その Y 銀行の主張の前提としてですね、預金債権の請求どうなるんだろうかと。つまり X が預金債権持ってないんだったら、元から X は権利行使できませんよね。X は預金債権持つのかと、これは持ちます。これ刑法のね、誤振込事案でもやりますよね。受取人が普通預金債権を取得するとするのが判例です。なので X が Y に対して約1000万の普通預金債権を取得するということになります。ね、1100何万とかになるんですよね、これね。遅延損害金もあるんでね。だからまあ約1100万かな、のその普通預金債権を取得するということになります。で、その、まあ、理由付けはですね、まあ、刑法でもね、やるのかなと思うんですけれども、基本的にやっぱり振り込みっていうのはですね、振り込み依頼人と受け取り人の間の原因関係が切り離されたら無職の取引だということになるので、なので、振り込み依頼人と受け取り人の間のその原因関係の有無によって、預金契約の請求が左右されるというわけじゃないんだよっていう、こういうことですよね。はい。じゃあ、権利乱用に当たるのかということになります。で、ですね、これについてなんですけども、判例は、特段の事情がない限り、権利乱用に当たらないっていうふうにしました。払い戻しを受けることが当該振込にかかる金を不正に取得するための行為であって、詐欺罪等の犯行の一環をなす場合であるなど、これを認めることが著しく正義に反するような特段の事情があるときは、権利乱用に当たると。しかし、そうじゃない。受取人が振込依頼に対して、不当利得返還義務を負担しているというだけでは、権利乱用に当たらないというふうにしたんですよね。まあ、だからまさにですね、誤振込事案なんかでね、まあ誤振込事案っていうか振込詐欺事案ですよね。振込詐欺事案で事故の口座に振り込ませて、それを払い戻す場合、これは権利乱用に当たると。これ刑法でも説明してると思うんだよね。刑法でも民事の判例でそういうのがあるよっていう説明したけど、まさにこれがそれですね。はい。さて、で、どうしてそういう結論になるのかと。で、まずね、原審の判断から見ると、この問題を捉えやすいんで、原審からいきましょうか。そのチェックのところに書いてあります。原審はですね、次のように述べました。本件振込にかかる預金は、X において振込による利得を保持する法律上の原因を書き、X はこの利得により損失を受けたものへ、その利得を返還すべきと。まあ、A になるのかな、この場合はね。本件振込にかかる普通預金につき、事故のために払い戻しを請求する固有の利益を有しない。確かにそうだよね。X は払い戻し請求を受けても、結局 A に返さなきゃいけないんでね。これを振込者または最終損失者へ返還すべきものとして保持し得るにとどまり、その権利行使もその返還義務の履行の範囲にとどまると。
で、その権利の行使の方法は特段事情がない限り、事故の払い戻し請求ではなく、原状回復のための措置を取る方法に、よるべきであると。そういうふうに言ったんですよね。まあ確かにですね、X は自分で受け取っても意味ないじゃんっていうのはその通りなんですね。しかし判例はそうじゃないっていうふうに言いました。どうしてなんだろうかということですね。で、まずやっぱり形式論として言うんだったら、普通預金債権あるからですよね。だからよほどの場合じゃないとやっぱり権利ないとは言えないのかなと思うんですよね。確かに普通預金債権成立しても詐欺になる場合はあるんだけどね、刑法上のね。しかしそれはやっぱり非常に特殊な場合なのかなと思いますね。で、あとはですね、その受取人による預金債権の行使が権利内容だってしちゃうと、その権利は誰が行使できるんだろうかっていう問題もやっぱあるのかなと思うんですよね。なのでやっぱり一般論として言うんだったら、その受取人が振込依頼人に対して不取得返還義務を負担してるっていうだけでは権利の内容に当たらないと見るべきでしょうね。で、これに対してやっぱりね、その振込詐欺みたいな場合はダメですね。これはもうまさに権利の乱用だよね。だからこれは原因関係云々じゃなくて、そもそも犯罪なんだから権利の乱用だっていう、そういう単純な理屈ですね、これはね。はい。というわけで最高裁の考え方は、一般論としては権利乱用に当たらないけど、犯罪行為に利用するような場合には権利乱用に当たるよっていう、こういうことですね。さて、じゃあちょっと周辺問題を少し整理しておきましょう。さっき振込依頼人って言い方をしたんだけど、これがねまた難しくって、本件の場合最終的な損失を被る A なのか、それともその窃盗犯の一味である C なのかって問題があります。依頼したのは間違いなく C らなんですね。で、どうやらですね、最高裁判例は振込依頼人を C らだっていうふうに見ているようなんですね。だからね、そこはまた微妙なところでして、じゃあ X が C らに対してね、不取得返還義務を負うのかっていうと、多分負わないですね。だからさっき言ったのはまあ一般論ですね。受取人が振込依頼人に対して云々っていうのは一般論ですね。はい。で、 A だってに見る余地はないのかっていうと、やっぱり厳しいでしょうね。振込委託契約を A がしてるわけじゃないんで、ね、やっぱり厳しいと思います。じゃあさっき言ったように X は C らに対して不取得返還義務を負うのかっていうと、やっぱ負わないでしょうね。不取得返還請求を起こすことができるかってやっぱできません。不法現給付にもろ当たりますからね、これはね。はい。だからその意味でも非常に特殊な事例なんだよね、これはね。一般論としては受取人が振込依頼に対して不取得返還義務を負担している場合、権利の内容に当たらないってことなんだけど、本件の具体的事案において、じゃあ C らに対してね、不取得返還義務を負担するかっていう、多分しないんですよね。だ、結局やっぱり A が最終的な被害者なんで、 A を救済するように考えればいいんですけどね。はい。さて、じゃあ A の救済方法をちょっと考えてみましょう。 A の定期預金についての B 銀行による C らに対する払い戻しが悪意または有価質によってなされた場合、この場合はどうなるのかって言いますと、この場合はですね、悪意有価質なんで、これ免責されませんよね。478で免責されません。なので A の B 銀行に対する預金債権は失われていないんで、なのでA は別に救済する必要はないということになります。で、この場合 B 銀行に損失が生じますので、なので B 銀行が受益者に対して不取得返還請求権を行使するという形になりますね。次に478で免責される場合はどうか、 B 銀行がね。で、この場合なんですけれども、まず A の B 銀行に対する預金債権は失われます。なので、まあ、A はやっぱり直接的にCらに対して不取得返還請求権とか不法行為の損害賠償請求権を行使するということになるのかなと思います。じゃあCらが無視力の場合どうするのかということなんですけれども、この場合、まあちょっと変な感じだけどね、X に対する不取得返還請求権を代行するっていうのは一つの手ですね。しかしさっき言ったように、Cらは X に対して、不取得返還請求権を持ちませんよね。708条がありますんでね。はい。だからこれはダメと。だからやっぱり A は X に対して直接不取得返還請求権を行使することになるのかなと思いますね。C らが B 銀行において A の提供権を解約し、その解約金を X の普通銀行口座に振込送金したということによって、A は B 銀行に対する預金債権を失い、X が預金債権を取得したことになると。社会通念上 A の損失によって X の利得を図った。まあ夫婦なんでね。なので普通に返したらいいんじゃないかって気がするけどね。はい。まあそういうふうにして救済することになるのかなと思いますね。ここはなんかどっちかというと当てはめみたいな感じですかね。解釈というね。さて、もう一つ問題があります。それは刑法の誤振込判例との関係ですね。平成15年決定です。超有名な平成15年決定ね。刑法の講義でもね、よく復習しておいてほしいんだけどね。で、平成15年決定はですね、誤振込があった場合に、この場合に受取人の払い戻し請求は詐欺罪を構成するっていうふうに
したんですよね。でこれと矛盾しないんだろうかって恐れがあります。つまりこの場合まさにですね、受取人が振込依頼人に対してね、不取得返還義務を負うのかなと思うんですよね。でそうすると不取得返還義務を負う場合に詐欺になるんだと。詐欺になるとすれば当然権利内容になると思うんですよね、さっきの判例法理からするとね。それと矛盾しないかってことです。でこれは一応矛盾しないと見ることはできるかなと思います。どうしてかっていうと、あの事例では誤振込判例のあの事例ではですね、権利行使がその乱用的だっていうようなことを理由に詐欺罪が成立したってわけじゃないんですよね。そうじゃなくて、あくまでその信義則上の告知義務に違反するっていうような形だったんですよね。だから理由付けが違うんで、まあ、そこをうまくね切り離して考えることはできるかなと思うんですけどね。はい、ということでこの平成20年判例はですね、いろんなところにこう問題が波及する非常に難しいね、理解の難しい判例ということなんですよね。ということでした。まあとりあえずそれだけね押さえときゃいいと思いますね。今言ったぐらいで十分だと思います。まだまだちょっと議論がいろいろあるんだけど、まあこれ全部調査官解説に書いてあることをね、受験用にまとめたって感じになりますので、とりあえずこれだけ理解しときゃ他の人に差をつけることはまずないと思いますね。ということで、まあ、さっきの三角関係の不取得もね、やりだすときりないんですけどね、まあ、あれも結局調査官解説に書いてあることをまとめただけになりますんで、まあ、なので受験上はそれで十分だと思います、とりあえずね。はい。じゃあ一旦これチャプター切りましょう。